京林大学は、東京都三鷹市新川6-22のの本部を置く、日本の私立大学である。1970年に設置された、大学の略称は、京林大、京林・学校法人京林学園が運営する。東京都三鷹市に講義、研究使用目的のキャンパス2つと、八王子市に、グラウンド専門使用目的のキャンパス1つを有している。医学部を中心に、 理系、文系の4学部15学科を設置する総合大学であり、理系、文系の3研究科を有する大学院も設置する。1970年代に医学部を開設した新設医科大学でもある。本部のある三鷹キャンパスに隣接して、京林大学医学部附属病院があり、三鷹市及び隣接する調布市など、東京多摩東部の中核的医療機関の一つとして、 地域医療を担っている。京林大学医学部附属病院本部のある三鷹キャンパスに隣接する東京都三鷹市に講義、研究使用目的のキャンパス2つと八王子市にグラウンド専門使用目的のキャンパス1つを有している。医学部を中心に理系、文系の4学部15学科を設置する総合大学であり、理系、文系の3研究科を有する大学院も設置する。 また1970年代に医学部を開設した新設医科大学でもある。1954年に開設された三鷹新川病院を母体とし、1970年に台湾人の松田進井さんと松田家によって大学が創設、経営される。創立50周年を迎えた2016年、三鷹市下連雀に井の頭キャンパスを新設し、 八王子キャンパスの機能を移転して、見学の地である三鷹に、学部、研究科を集約した。これにより、医学、保健医療系と、人文、社会科学系の学部連携の強化を図るとしている。古代中国の医師、東捧久が、貧しい患者からは治療代を受け取らない代わりに、杏の実を得させ、いつの日か磨きとなり、林となったという古事、伝説から、教は、 両与を表すごと,とされている。また、東洋医学においては、安図の種を図打の治療薬、安人として用いてきた。なお、教林製薬とは命名の由来こそ同じであるが、無関係である。見学の精神は、真善、美の探求である。見学の精神を通じて、優れた人格を持ち、人のために尽くすことのできる国際的な人材の育成を目指している。 人間性を育むキャンパスキャンパス法、ヒューマングロース各キャンパスへのアクセスについては、交通アクセスを参照。三鷹キャンパス、井の頭キャンパス、八王子キャンパス、三鷹キャンパスへは、三鷹駅、吉祥寺駅、調布駅、仙川駅の各、最寄りバス停から、井の頭キャンパスへは、三鷹駅、吉祥寺駅からバスが出ている。八王子キャンパスは、 京王八王子駅、八王子駅からバス便があり、学部、大学院が移転する以前は、キャンパス内にバス路線が乗り入れていたが、現在では、キャンパス外の道路上にある最寄り停留所を利用するのみとなっている。学園祭は、アンズ園祭という名前で行われる。三鷹キャンパスと井の頭キャンパスの各組織が、井の頭キャンパスに集まり合同で開催される。現在は、 三鷹キャンパスは会場として使用されないが、かつては安ンズ祭として三鷹キャンパス独自の学園祭を行っていた。また、八王子キャンパスも以前は安ズ園祭の会場として使用されていた。学園祭は2日間開催されるが、医学部の参加は1日のみである。海外の様々な大学と学生間を呼び、教職員の活発な交流を促進するため協定を。 結んでいる。2016年3月現在、協定校数は現在14カ国、地域52大学、研究所に及ぶ。ありがとうございます。